みなさんこんばんは、えー、楽天証券経済研究所の土下です、えー、本日はですね、まあ、当セミナーご視聴いただきましてありがとうございますで今回のテーマなんですけれどもまあ今から1時間ほどお時間を頂戴しまして8月からですねこのマーケットスピード2米国株の対応ができるようになったといったところを踏まえましてまあ、その特徴ですとかあとはテクニカル分析を使ったですね活用術こういったところをですね皆さんと一緒に見ていきたいと思います それでは早速始めていきたいと思います。えっと、まずですね、まあ先ほどの繰り返しになるんですけれども、えっと、今年のですね、8月からマーケットスピード2がまあ米国株対応となりました。で、主な特徴をですね、3つほど押さえておきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとですね、私自身も普段このマーケットスピード2使ってまして、例えばこのレポートの配信のチャートの画像ですとか、 あとはこうセミナーの資料、まあ、こういったのもですねマーケットスピード2、あと日々の情報収集なんかもこのマーケットスピード2、使ってるんですけども、まあ、これがですね、まあ、日本株以外にもまあ米国株も見れるようになったといったところで、まあ、個人的にもですね非常にこう嬉しい限りではあるんですけども、まあ、こういった特徴も、ですねそれは個人的な意見も多分に含まれてはいるんですけども、まあ、一つ一つ見ていきたいと思います。まずは、ですね米国株の情報量がまあ圧倒的に増えたというところです。 まあ主に特徴2つほどありまして、1つ目が指数ですね。まあいわゆる株価指数といった、例えばニューヨークダウですとか、S&P500、あとはナスダックですとか、まあそういったですね、指数情報が大幅に拡充されましたと。 いうところと、あと個別メーカーについてもですね、投資判断に役立つ情報がものすごく増えたという形になります。企業概要ですとか、ニュース、チャート、こちらはもちろんなんですけれども、例えば業績関連の情報ですとか、あとこの CA と書いているものがありますね。これに関しては、コーポレートアクションですね、配当金出すようですとか、あとは株式分割。 まこういったものがですねあの情報もま簡単に見れるようになりましたとあとはその銘柄によっては競合他社の動きとですね比較しながらま見ていくってこともありますので競合他社比較といった情報も見れるようになっていますで2つ目のポイントなんですけどもま日本株と米国株の垣根を超えるというふうに書いていますまあ これは操作性の話になりまして、普段ですね、まあ、日本株の情報を見ていくような操作性のこう延長でですね、米国株の情報も見ることができるというところです。あとはこの銘柄リストですね。すでにですね、マーケットスピード2には、まあ、銘柄リストって実装されてるんですけども、そこのリストにですね、まあ、日本株と米国株同時載せたりですとか、あとその加えられる銘柄数が増えたりですとか、まあ、そういった対応がされています。 で、まあ最後の三番目ですね、まあヒートマップですね、こちらを搭載するなどまあ新機能があるというところで、こちらもちょっと後で細かく見ていきたいと思います。 でですね、えっと、まず早速見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、マーケットスピード2で、じゃあその日本株、もしくは米国株、どういうふうに表示を切り替えたらいいのか、まあ、この辺をですね、押さえておきたいと思います。といっても、ボタン操作でですね簡単に切り替えできますよというところで、まあ、あまり細かい説明がないんですけども、例えばですね、マーケットスピード2の各画面、こちらにですね、切り替えを選択する、まあ、ボタンとかメニューが存在しています。 ボタンを押すだけでですね、切り替えがまあ簡単にできますよというところです。じゃあどういうボタンがあるのかなんですけれども、まずはですね、個別銘柄の画面、あとは武蔵ですね、発注に特化した画面なんですけども、こちらでですね、このような形で国内株式、米国株式というふうにこボタンをですね、こうカチカチクリックすることによって、表示が切り替えられるというところになります。で、この他にもですね、ランキングですとか、 この後紹介しますすヒートマップですねこういった画面にもボタンが表示されているんですけどもなぜかこちらにはですね国旗が表示されているというところでボタン操作は変わらないんですけどもちょっとボタンの見栄えが違うというところでいずれにしてもボタン操作で簡単に切り替えできるというところが特徴の一つになっていますで続いてですねこの表示の切り替えというところでまたですねちょっと細かく見ていきたいんですけども今度は銘柄リストこちらについて注目していきたいと思います ご覧いただいているのがいわゆる登録銘柄情報、銘、まあ、柄リストですね、まあ、こちらをまあ切り抜いた画像になっています。でちょっとですね、まあ、ちょっと見にくいので、表示拡大しますと、まあ、こんな感じで、まあ、リストの中にですね、まあ、日経225ですとか、あとはニューヨークダウ、ナスダック、あとはこの PHLX、半導体セクター指数あるんですけども、これ、いわゆるまあご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、 いわゆるこういったもの指数を載せたりですとかあとはアップルテスラソニーグループって感じでですね、まあ、アメリカに上場している銘柄とあとは国内ですね上場している銘柄も一つのリストに載せることができるという形になっています。 でですねなんで一つのリストにいろいろですね指数ですとか、まあ、米株に日本株ですね、まあ、ごちゃ混ぜにして登録することができるのかなんですけども最近はですね、まあ、日本株と同時に米国株も保有されているお客様というのが増えてきましたとなってくると、まあ、日本株では例えばこの例でいくとですね、まあ、ソニーとニンテンドを持っていると。 で米国株ではアップルとと持っているとどちらもですねお客様単位で見ていくともう有名柄ということには変わらない形になりますのでじゃ自分が持っている銘柄の状況ってどうなのっていうなってくると、まあ、一目でですね分かる必要がありますのでそうなってくるとこのリストにでここに指数含めて日本株と米国株がですね両方まあ登録できるといった必要性が出てくるという形になります。 でですね、この銘柄リストなんですけれども、このリストのですね、右上のところに、絞り込みというボタンがあります。で、ここを押していただくと、この右下にあるようにですね、まあ、画面がこう表示されますので、まあ、この中でですね、米国株だけ表示させたい、もしくは国内株だけ表示させたいというときにこうチェックボックスにこうチェックを入れてですね、OK ボタンを 押すと、例えば、米国株とマーケット。今、こちらにチェック入っているんですけども、これで OK 出すと、日経225とかニューヨークダウンっていう指数の情報と、あとは、アップルとテスラと、あと、エヌビディア。あと、一番下のですね、まあ、インベスコ999っいわゆる ETF ですね。こういったものが表示されて、まあ、ソニーとニンテンドが表示から消えるという形で、まあ、絞り込みでですね、表示させることができるという形になります。で続いてですね、おそらくこれがメインの 画面になるかと思うんですけれども、個別銘柄の画面になります。基本的には日本株のですね、個別銘柄の画面と同じ構成になっています。要は、えー、と左側にですね、こう銘柄の選ぶような選択するまあエリアがありまして、まあ、直接銘柄のティッカーコードを入れてですね、表示させたりですとか、あとは今まで見た履歴。 あとは登録した先ほどのリストですとかあとはランキング、まあ、こういったところから表示させたい銘柄を選択するとこの右側のエリアに情報が出てくるという形になります。で、まあ、真ん中がですね株価情報がありまして下ちょっとこう寂しく開いてるんですけども、まあ、ここにはですね超、まあ、これ有料のサービスになってしまうんですが板情報がですね表示されるエリアになっています。 で、一番右側ですね、これ上下二つあるんですけども、まあ二つとも同じ画面になりまして、このようにですね、タブが表示されています。まあ指標からですね、まあチャート、歩みね、ニュース、時系列、 まあこういったものがですね、並んでますので、好みのまあ見たい情報のタブをですね、クリックすると、それに該当する情報が表示されるという仕組みになっています。まあ、この画面の例でいきますと、上の段がですね、チャートを表示させてまして、下の段がまあニュースが表示されている格好になります。まあ、もちろんですね、違ったチャートを比較したいということであれば、2つともですね、チャートの画面を表示させるといったことも可能になっていきます。 でですねまあ、基本的にはその日本株の,です、ね、このタブの内容というのは日本株の個別銘柄の画面とほぼほぼ同じなんですけどもいくつか特徴といいますか特色があるものありますのでそこら辺をいくつか紹介したいと思います。まず1つ目はです、ね、決算速報というです、ね、タブを押すと、まあ、このような画面が出てきます。 言葉の通り、決算のですね、外況、まあ、速報が出てくるというものになってきます。まあ、ご覧いただいている例でいくとですね、アップル表示されています。ちょっと拡大するとですね、まあ、こんな感じで表示されるような形ですね。まあ、棒グラフなんかも出たりするんですけれども。でですね、 こちらなんですけど、まあ最大の特徴というのは、まあ決算が発表されてから、まあ数分でですね、日本語で表示されるといったところありますので、特にですね、このアップルも含めまして、ガーファム銘柄ですとか、この時のですね、まあ決算の状況によっては、まあその後受けて始まる日本株の動きにもですね、影響を受けてしまうような日だったり、まあ決算もあったりしますので、早いベースでですね、この決算の状況どうなのかと、 いうののを知っておく必要性があるのかなそういった意味ではですね、この決算速報というのは非常にこう使えるツールなのかなというふうに思います。で、またですね、日本株の個別銘柄のタブにはない、競合比較というところですね、まあ、これで見ていきますと、今このテスラでですね、これ表示してるんですけども、いわゆるテスラ電気自動車 EV ですね。となってくると、他のですね、EV 関連の銘柄がこうずらずらずらっと出てくる形になっています。 アメリカのです、ね、国内で行くと、このリビアン・オートモーティブですとか、あとはこう中国系で行くと、ニオですね、上海ウェイオエライですとか、あとはシャオペン、シャオペンというですね、まあ、中国のアメリカに上場している銘柄の動向なんかも見ることができるような形になっています。で、またですね、コーポレートアクションといったタブもあります。 でこちらもですね、再びアップルの画面を表示させて、コープレタクションを押したものになるんですけども、このコープレタクション、まあ、先ほども説明したんですが、まあ、例えばこう配当金の状況ですとか、株式分割、こういったものがですね、期間を指定して検索することができるという形です。今のところですね、アップルは、まあ、配当の情報が載っているという形になっています。直近ではですね、権利落日が8月5日で、8月11日に支払われて、で配当内容が1株当たり、まあ、いくらで、 よみたいな形がですね形で表示されるというものになっていますので、まあ、このアメリカ株のですね、まあ、会社の動きまあ、こういったものも、まあ、こういった画面で知ることができるのかなというふうに思います。で続いてですね、まあ、今までは個別銘柄の画面見てきたんですけども、まあ、マーケットの画面ですね最初の特徴のところで、まあ、指数が増えましたっていう話だと思いますのでそこら辺のところを押さえておきたいと思います。 ご覧いただいているのがいわゆるマーケット画面というところで、まあ、ここにですね、このよううなな形形で指数が表示されるといいになっています。まあ、当然、国内の株価指数から、まあ、アメリカの株価指数、中国の株価指数、あとは先物ですとか、まあ、いろいろです、ね、表示できる項目、為替も含めてたくさん非常に種類あります。 じゃあどういったものを表示できるのかなんですけれども、まあ、国内でですね17種類の株価関連とかの指標が出てきますとでそれから海外になってくると52種類で、まあ、先物ですね国内の先物でまあ30種類海外の先物で21種類で為替になってくるとまあ56種類というところで非常にですね多くなってます多分これ合計するとものすごい数になります、ね、200種類近くになってくるかと思いますのでこれ多分全部チェックで表させると えらいことになってしまうといったところありますのでこの歯車ボタンでですね表情を絞ったりですとか、まあ、並べ替えをして、まあ、自分がですね普段よく見る指標というのをチェックするために、まあ、カスタマイズするといった使い方ができますでですね今回やたらと増えた指標なんですけども、まあ、主なものをちょっと上げてみましたで一、まあ、つ特徴としましてはいわゆるですねセクター関連の指数ですとか、まあ、そういったものがですね中心に 今回ですね、拡充されたという形になってます。で、実はですね、これらの指数というのが、米国、アメリカでですね、多く取引される、まあ、ETF の対象指数であるといったものが多い形になりますので、まあ、そういったものをですね、中心に、これからですね、米国株に ETF を取引されるといった方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、その指数にですね、対象となっているものをこう表示させてチェックすることができるという形になっています。 でですね。指数関連でちょっと一つ注意事項があるんですけれどもまあ、どういったことかと言いますと、この表示されているですね。価格これがですね。中にはちょっと遅れてるものがありますよ。ということを押さえておきたいと思います。まあ、基本的に多くはですね。リアルタイムで表示されるんですけれども、まあ、ここではちょっと遅れるものについて、ちょっとこれについては注意が必要という形で押さえておきたいと思います。で、遅れる時間なんですけれどもまあ、10分と15分。 ですね。遅れるものがあるというところです。で、10分遅れるものとしてはまニューヨークダウですね。まあ、他のナスダックです。とか s&p500 はリアルタイムなんですけど、なぜかニューヨークダウは10分遅れるという形ですね。まあ、先ほどのですね。このオーダーブックっていうところで、個別銘柄の画面で板情報がまあ出るエリアですね。先ほどのまあ画像ではちょっと寂しく。何も。 表示されてなかったんですけどもまこっちで有料になります。こちらは申し込むとまあ、その板情報も見れますし、ニューヨークダウもリアルタイムで見れるといった形になっています。あとはですね。10分遅れるものとしてはまあ、海外の先物系ですね。まあ、株価指数、先物なんかもそうですし。あとは商品先物ですね。まあ、有名なところでいくと wti まあ、こういったところがえっと10分遅れて表示されるという形になっています。 でですね、15分遅れるといったものがあります。まあこの15分遅れのものに関して言うと、ちょっと今回のセミナーのテーマとは、ちょっとこう外れてしまう形にはなるんですが、中国絡みの株価指数ですね。いわゆる香港の反戦指数ですとか、上海総合指数、CSI300、こういったものはですね、15分ディレイですよといったところは押さえておいてください。 まあ、ほぼほぼですね多くの指標リアルタイムで見れますので、まあ、いくつか注意しておくべきとこさを抑えておけばさほど心配する必要はないのかなというふうに思います。 続いてですね、今回のマーケットスピード2の米国株対応で新たに加わった機能、こちらについて紹介したいと思います。ヒートマップ機能ですね。これ、いわゆるこう見た目でですね、市場の温度感ですとか、その取引のですね、流れというのをですね、こちらの画面で把握することができるといった機能になっています。株価のですね、当落、上げ下げの 違いというのを視覚的に表示したものになります。上昇すればですね、まあ、だんだんこの赤の色が濃くなっていきますし、で下落、まあ、株価が下がっていくとですね、この緑色が濃くなっていくという形になります。これはあの、先週のですね、9月9日の取引終了時点のヒートマップなんですけども、この日、まあ、アメリカ株市場大きく上げた日ですので、まあ、全体で赤くなってますという形ですね。で、またですね、この四角なんですけども、例えばこの AAPL、アップルなんですけども、 まあこれぐらいの大きさになってますし、あと一番ですね左上のこの MSFT、マイクロソフトですね、こういう形でですね各企業の銘柄といいますか、こちらのです、ね、四角の大きさがバラバラになっています。じゃあ、この四角の大きさの違いは何かというと、時価総額の大きさを示すと、まあ、当然ですね、まあ、株価指数、ないしは市場に与える影響が大きい銘柄がです、ねまあ、それだけですねスペースを割いて表示されるといった形になっています。 でまたですねいくつかこう機能があったりするんですけれども、まあ、当然ですねこのヒートマップ中にはですねこう細かすぎて見えないという状況があります今このように拡大してもですねもうここら辺も文字すら表示されないといったものもあったりしますのでそういった時にはどうしたらいいかというと、まあ、例えばですねこの資料の右下にあるんですけども、まあ、拡大したいところにこのようにですね、まあ、マウスポインターを合わせて でマウスのです、ね、ホイールをぐりぐりぐりと回していくと、このようにです、ね、こう食品たばこ、まあ、フィリップ・モリスがこう出ているんですけども、まあ、このような形で拡大して表示することが可能という形になっています。でですね、もう一つのこのフィートマップの最大の特徴としては、この資料のです、ね、右上にある、履歴再生、まあ、リプレイといったものですね、これが非常に便利な機能になっています。 要はこの値動きの変化をですね、振り返ることができるという機能になっています。どういったことかと言いますと、その日のですね、取引の始めから終わりまで数時間あるわけなんですけども、まあ、例えばですね、取引の始めは非常にこう力強い動きだったのに、引けにかけて売りに押されていって、下がって終わってしまったという時にですね、どういう形でこの赤から緑に変わっていったのかっていうのをですね、この あとからです、ね、この取引の最初から最後までので、ね、色の変化というのをこう再生することができるんですね。いわゆるこう、時短表示っていうんですかね。 この一日の値動きを多分何倍速でこう表示させていって変化を見ていくという形になっています。ですので、当然ですね、例えば昼間日本株やってる方がですね、夜中もずっと起きて、まあ、米国株の市場を見てるってことはほぼほぼ不可能に近いですので、朝起きてですね、なんか相場がですね、昨晩とムードが変わったような気がするとなってくると、じゃあその変化をどう捉えたらいいのかっていう形の時にですね、このリプレイを使うと、なんとなくですね、その動きというのを抑えることができるというふうになっています。 でまたですね、このヒートマップ、まあ、ちなみになんですけども、まあ、表示なんですがこちらもですね、表示は15分遅れになっていることは一応押さえておいてください。 以上ですね、新しくなったマーケットスピード2のですね、特徴と主な画面、こちらをご紹介したわけなんですけども、じゃあここから先ですね、このように新しくなったマーケットスピード2をどのようにですね、こう活用していくのか、こういったところに焦点を当てていきたいと思います。私自身ですね、テクニカル分析、こちらを専門に見てますので、どうしてもう話の中心はテクニカル分析になるんですけども、この後ですね、しっかりついていただければと思います。 で、まあ、アメリカ株におけるですね、テクニカル分析なんですけれども、じゃあ日本株とですね、決定的な違いがあるのかっていうところからすると、本質は変わらないです。ただ、ちょっとですね、微妙に見方が異なるというところありますので、まあ、そこら辺のポイント、今回ですね、5つ挙げましたので、これ一つ一つ押さえていきたいと思います。まず一つ目ですね、日足の移動平均線です。 まあ日本ではですね国内株では例えば5日移動平均線25日移動平均線あとは75日で200日というふうに使われるんですけども米国株ではですねなぜか50日と200日これの注目度がやたらとと高いといいう,うになっています、まあ、中には100日を使ったりするんですけどもその後、まあ理由を含めてですね紹介していきたいと思います。 で2つ目のポイントなんですけども逆張りよりも順張りりりよも順が優位となっています相場をですねこう取引する上で、まあ、逆張り要はこう株価が上がっていく中でそろそろ天井だろうともしくは株価が下がっていく中でですねそろそろそこだろうというふうな形要は今後のです、ね、相場の転換を狙って仕掛けるというのが逆張り。 で、順張りというのは、すでに発生しているトレンドにですね、この流れに乗って売買していくというものが、順張りになるんですけども、どちらかというとですね、米国株の場合、順張りの方が、まあ、経験則上ですね、優位なのかなというふうに思われますので、そこら辺もですね、ちょっと焦点を当ててみたいと思います。で、3番目のポイントなんですけれども、このテクニカル分析、もしくはチャート、これでですね、 見ていくものは何なのかという話なんですけどもよくですねこのテクニカル分析っていうとこう売りサイン買いサイン、まあ、こういったところ注目されやすいんですけどもテクニカル分析におけるチャートをこう見る本質というのはやっぱりこのトレンドのですね発生もしくはトレンドの継続トレンドの転換というところですですので、まあ、トレンドの変化もしくはその強さこれを見るのが テクニカル分析の最大の目的になります。で、それを見た結果、そろそろ買いなんじゃないか、売りなんじゃないか、ということを判断していくというのが、まあ、本来のテクニカル分析のありびき姿なので、まあ、あまりですね、この買いサイン、売りサイン、まあ、こちらにこだわりすぎないといった意識が大切だと思います。 で、じゃあこのトレンドをですね、捉える中で、まあ当然その取引のタイミング、こういったのを見極めていかなきゃいけないというところがあるんですけども、その取引のタイミングをですね、見極める上で重要なのが節目と言われるものですね。じゃあこの節目何なのかというのもこの後紹介していきたいと思います。で、最後ですね、裏を書くのはダメっていうふうに書いてます。まあ要はこう、テクニカル指標、もしくはこうテクニカル分析ですね、ものすごいこう数、分析手法あります。 多分こう細かいものまで含めると何百種類っていうものがまあ確認できるものだけで存在してるんですけどももしくはこう個人でですねまあ新たなテクニカル指標を編み出されているっていったまあ投資家もいたりするんですがまあ,あくまでもですね見ていくのはメジャーなテクニカル分析と指標にしてくださいという話になっていきますこれもですね理由を含めてこの後解説していきたいと思いますまずですね移動平均線 なぜかアメリカ株では50日と200日同平均線が使われますよといった話なんですけれども、これご覧いただいているのがニューヨークダウンの冷やしチャートですね。先週末時点ですので、まあこの後今週に入ってからの株価の大きな下落っていうのは反映されていないんですが、ここに見ていくとですね、紫の線が50日同平均線、でオレンジの線が200日同平均線になっています。で、まあこの株価のローソク足と重ねてみるとですね、こう、株価のですね、直近でいくと、 上値の目標値になったりですとかあとはこの株価の戻りのですね抵抗になったりですとかあとは何度かですねこの50日同平均線をトライしては跳ね返されてトライしては跳ね返されてでようやく抜けたので上昇に勢いがついてるって形でですね、まあ、200日、50日ともにですね株価の節目節目でですね注目されやすい形になっています。 でなんで,です、ね、こう日本では25日75日200日なんですけど、まあ、米国株市場では200日と50日なのかなんですが実はですね要はその売買ポイントをですね株価と移動平均線の関係性でこうなったら売りこうなったら買いとちょっと今日はお時間ないので細かく説明はできないんですけどもそういったグランビルの法則というものがあります。 で、そのグランビルの法則というのが200日同平均線をですね、前提に作られているわけなんですね。なので、細かく言うと、アメリカ株で使われるのは50日と200日紹介したんですが、100日もあります。要はそのグランビルの法則のですね、まあ、基準となる200日同平均線、その半分の期間の100日、でさらにその半分の50日と。 いう形でですね諸説あるんですけども、まあ、一番有力な説としてはそのグランビルの法則の前提が200日だからその半分の期間さらに4分の1の期間、まあ、これでですね、まあ、50日200日が注目されやすいという形になっています。 なので、まあ、週足になるとですね、13週、26週、52週というのは、あまりこう日米で差異はないのかなという印象がありますので、まあ、日足を見るときには、チャートの設定でですね、まあ、普段こう七75日表示できるようになっているかと思うんですけども、まあ、50日も見れるようにしておくといいのかなというふうに思います。あとはですね、まあ、トレンドを捉えていくというところで、テクニカル分析におけるです、ね、トレンドラインの引き方、まあ、こちらも押さえておきたいと思います。 えっと、まあ、トレンドラインの引き方というのは、まあ、結論から申し上げてしまいますと、好きなように引いてくださいっていう、大体こうテクニカルチャートのですね、解説本とかウェブで書かれたりするんですけども、一応原則というのがありますので、まあ、それを押さえておきたいと思います。まずはですね、起点を決める格好になります。 こうチャートをこうざっと見る限りです、ね。一番高い値段。もしくは一番安い値段ですね。まあ特徴的な高値、安値。まあこれを起点として捉えまして、この場合でいくと、これニューヨークダウン。先ほど見てきたチャートなんですけども、まあ1月5日の高値ですね。ここを起点とします。その後株価が下がっていって戻してきましたと。まあたい2月のまあ前半あたりなんですけども、この戻り高値ですね。要はトレンドが発生した後の最初のこう戻り高値。ここを結んであげると。 そうするとです、ね、この後のとの株価の動きというのが、まあ、このようにです、ね、このトレンドラインを意識して株価が動いてきたことが分かります。まあ、例えば最初の頃はですは、ね、株価がこう下がっていってで戻り基調をたどり始めたときにこのトレンドラインで揉み合ってると揉み合ってから抜けてるんでしばらく強い場面に続いてまた再び下げましたと。 今度はここで抵抗だったものが次ではですねサポートとして機能しつつあったんですけどもこの攻防に敗れて下抜けてしまったので結果的にですねこの下値を切り下げる下落トレンドが続いてしまったとまた一旦頑張ったんですがまた耐えきれず下がってしまったんで下げ幅を広げたという形になっています。 でですね株価が再び戻してきてこのトレンドラインが抵抗となってたんですけども何度か挑戦して抜けてきたんで上昇に弾みがつきましたという形でですねまあこういう形でまあトレンドライン、まあ、描いて見ていくというふうになりますで、まあ、このあとですねここで株価200日等平均線止まったんですけども今度はですねまあ最初2月の頭ぐらいの 最初の戻り高値つけたんですがその後のです、ねまあとの株価下がって戻っていった次の戻り高値でこのように結んでいくと、まあ、この株価がですね8月天井つけたところというのは、まあ、200日同平均線のところでもあるんですがこの4月のですね後半につけたこの戻り高値との,このトレンドラインですねこれの延長線上でもあるというところが見て取れるのかなというふうに思います。 で今度はですね6月に安値をつけてますのでここを起点にトレンドライン引けないかというふうな形で見ていきたいと思います。まあ、こういうふうにですね再安値とその後株価戻っていってその次につけた安値ですねこの2点を線で結んであげるそうするとですね 直近で下げ止まったところとピタリと一致するという形になっていきますので、まあ、移動平均線と同時にですね、このような原則に基づいて、まあ、トレンドラインを引いていくと株価のですね、サポートとなるところもしくは抵抗となるところそういった節目をですね、意識することができるのかなというふうに思います。 で続いてですね、トレンドラインの応用というところで、実際に私もですね、こうテクニカル風林火山というレポートを毎週、まあ、上げてるんですけれども、これについても解説していきたいと思います。いわゆるそのギャン,アングルなんですけども、まずですね、先ほどと全く同じニューヨークダウンの冷やしチャートになります。1月5日の高値と6月17日の安値ですね。 要はこの下げ幅を起点にギャンアングルというですねちょっとトレンドラインの応用的なものを描いていきたいと思いますどうやって描くかなんですけどもこういった形で1月5日から6月17日にかけてですねここまで株価下げてきましたで、この矢印がですね株価の下げ幅示しているんですけれどもこの下げ幅に対する半分50%ですね で、その次がですね、37.5%、まあ微妙に3分の1ではないんですが、でその次が25%、4分の1ですね。で、最後12.5%、8分の1というところで、まあそれぞれですね、この下げ幅に対するですね、まあこのパーセンテージ、まあこの点を打ってですね、この起点となる1月5日、こことそれぞれの点を結んであげたもの、これがですね、ギャンアングルになっていきます。 そうすするとですね、今後の株価の動きをまあ予測する上でですね、このギャングの中しばらくもみ合いが続きそうだということであればこの 2×1 ラインと 3×1 ラインの間で動くとでちょっと相場が強くなりそうだということであればですね、この 3×1 ラインを超えてこの 4×1 ラインとのこの間ですね、ここで動くんじゃないかと、まあ、当然ですね、このエリアの中間にです、ね、200日同平均線走ってますんで、まあ、ここが1つ攻防のポイントになるんじゃないか、まあ、こういうふうにです、ね、捉えることができます。 でギャーアングルについてはですね、実は、あえてですね、1個こう基準をずらすといった使い方もあります。まあ、先ほどのスライドに見ていったのは、1月5日から6月17日ですね、要は大きな相場の流れでのギャーアングルを引いたんですけども、実はですね、その前にですね、安、ま、値、あ、をつけたところ、例えば2月24日、これと1月5日ですね、ここをですね、起点として、もうちょっとこう短い期間でギャーアングルを描いていきたいと思います。そうすると こんな感じで描けるわけなんですけれどもこういうふうにですね実はこの古い方がですねこのギャーアングルとしてはこう抵抗となったりサポートとなったり、まあ、こういった場面が非常に多くあるというふうになります。ですのでこうギャーアングルを引く時というのはこう直近のですね一番高いところと一番安いところ、まあ、ここを基準に書くというのは一応原則ではあるんですけどもあえてですね 要は、この1月5日から6月17日に至るまでに、なんとかこう、安値をつけてますので、じゃあ、この時に引いたですね、ギャン,アングルのトレンドというのは、今後どういうふうに見ていったらいいのか、こういったのをですね、やるために、あえて基準となる期間を短くするといった使い方も、一つですね、ポイントといいますか、コツとして挙げられるのかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、この株価と移動平均線もしくはこのトレンドライン、このギャン,アングル、要はそのトレンドトレンドと、さっきから何度も何度もこう、 繰り返し言ってるんですけどもじゃあこのトレンドというものに対してですね、まあ、順張りと逆張りの話で、まあ、先ほどはこう順張りの方がやや優位なんじゃないかといった話だと思いますのでそこら辺も押さえていきたいと思います。でご覧いただいているのがいわゆるトレンドのサイクルといったものをまあ簡単に表示したものになります。どういったことかといいますと、まあ、4つの局面に分かれてるんですね。1つはまあ株価のです、ね、第一ステージ底年 まあ底打ちししててから株価がが上昇していきますすこれが第2ステージですねその後天井圏をつける第3ステージでその後第4ステージで下落局面に入って再び底根圏になってまた第2ステージが始まっていくと、まあ、要はこのサイクルをですね繰り返していく格好になりますでポイントとなってくるのはこの第2ステージと第4ステージですね 要は、第2ステージが第4ステージよりもですね、大きければ上昇した値幅の方が大きいわけですので、上昇トレンドと、反対であれば下落トレンドというようになっていきます。でですね、実際にこの相場のサイクルですね、 トレンドサイクルを見ていきますと、じゃあこの4つの局面でま1番儲かりそうなところはどこなのかって言うと、やっぱ株価が大きく動いている。第2ステージの上昇局面か第4ステージの下落局面のいずれかになるという形になります。要はこの流れに乗るというのが順張りになっていきます。で、逆張りというのはまこう上昇局面局面だったりするとですね。この後ま株価は下がるだろうっていうのを見越して仕掛けるわけですね。 でポイントなのはこの天井圏というのが一瞬ですね高値をつけた後その後こうジェットコースターみたいに急落していくというパターンもありますし例えばこういわゆるダブルトップですとかトリプルトップですがもみ合いながら天井圏をつける可能性もありますしちょっとその天井圏の期間急激に下がることもあれば時間をかけて天井圏を形成していくということもありますので実はですねこの天井圏もしくは下げ止まりの底根圏ここの見極めが難しいと。 もしかすると揉み合った結果再びですね上昇が始まるなんてこともあったりしますのでとなってくると確率的にはですねその相場の転換だけを狙うとまあ意外とですね、まあ、損すること多かったりしますので、まあ、素直にですねこの上昇トレンドが出てるんであればこの局面乗ろう下落してるんだったらこのトレンド乗ろうこういった方がですね無理なくですねそのポイントをつかめるのかなというふうに思いますでそのためにですね先ほどのポイントでも挙げてきたようにトレンドの発生 継続転換を見ていくのがまあ、いわゆるテクニカル分析の本質ですよといったまあ、結論に至るという形になりますじゃあこのトレンドのですね発生と継続もしくは転換なんですけども、まあ、意識されるポイントこれがですねこちらもまあキーワードとしてこれまで繰り返してできた節目と言われるものになりますまあ、そんなに難しいことではなくてですねまあ、多くの投資家が注目して意識するところですね つまりこの節目のところで株価の上昇が止まったり株価の下落が止まったりもしくはこの節目を突破することによって新しい相場が始まったりというところで要は意識されやすい水準です、まあ、直近の高値もそうですし安値なんかもそうです年初来高値年初来安値こういったのも節目になりますあとは霧の良い株価水準ですね、まあ、足元の日経平均というのはこう2万8000円が意識されたりするんですけども、まあ、こういったのも一つの節目になりやすいとあとはですね 過去につけた高値もそうですし、あとは揉み合ってたレンジ相場のですね、上限、もしくはレンジ相場の下限、こういったところも節目として意識されやすいという形になります。で、まあ、先ほども紹介したトレンドラインですとか、続いてのテクニカル指標ですね、こういったものも節目として意識されるという形です。 まあ多くの場合、ですねこの節目でまあ株価が跳ね返されることが多いんですけども突破するとですね、まあ、相場に勢いが出やすいというところありますので非常にこうトレンドをですね見極める上で重要なのがこういった節目になってくるというわけです。 でですね、問題なのはこの節目の突破の仕方です。まあ通常はですね、この節目で株価が跳ね返されるってことが多かったりするんですけども、突破した場合、どういうふうに突破するかによって、まあ、相場の強さっていうですね、一つの参考になるというところを3パターン用意しました。一つ目は、素直に突破したパターンですね。この勢いよく突破したパターンというのは、まあ、さらなる上昇加速っていうのも期待できるんですけども、いわゆる達成感ですね。達成感が出て、すぐですね、株価が下がり始めると。 いいうことも多いですすのででちょっっと注意が必要になっていきますで真ん中のですね揉み合って突破というところでいきますと何度も何度もトライして跳ね返されて粘り強くこうトライして最後抜けてったとなってくると市場のエネルギーがですねこの揉み合いでですね節目を意識した揉み合いで溜まってって最後ですねバンと抜けて勢いよく上がっていくっていうのがこの揉み合って突破するパターンですね。 で3番目のリターンムーブなんですけどもこれはですね最初の素直に突破するパターンと、まあ、これの延長線上にあるんですけども、まあ、勢いよく節目を突破した後にその後下落するんですがこの突破した節目ですねこれまでは抵抗として機能してきた節目がですねこの後サポートとして今度は抵抗からサポートとして機能した場合は ここをベースにですね、株価が上がりやすいというところありますので、特にですね、このリターンムーブで株価が反発していくっていうパターンは、上昇に加速がつきやすい形とされてますので、非常に重要というふうになります。で、続いてですね、最後のポイントなんですけども、裏を書いてはいけないと。で、みんなが注目している指標を見ましょうといったところの話をしたいと思います。これどういったことかと言いますと、 これ、まあ、チャートと言われるものは、いわゆる天気図なんかもですね、ウェザーチャートといって、まあ、これもチャートの一種になります。まあ、このいわゆる天気予報というのは、まあ、気圧配置などの情報ですとか、まあ、過去の記録データ、これをベースにですね、今後の天気の動向ですとか、晴れなのか雨なのか、こういったところを予測していくわけなんですけども、過去のデータからすると、雨が降る確率は何%、パーセントいわゆる降水確率ですね、まあ。こういったものを出せてくると。 で要はですね、何が言いたいかというと、傘を持って出かけるのは何パーセントですかっなってくると、まあ、例えばこう、行き帰りですね、雨にさえ降られなければいいということであれば、まあ、30%の時にですに、ね、折り畳み傘を持っていくと、で50%以上だと長傘を持っていくみたいな形で、まあ、受け手の判断で変わっていくっていうのもあるんですが、一番大事なところはですね、降水確率が例えばこう70、70%だっていうところで、傘を持っている人が増えようが増えまいが、降水確率は変わらないわけですね。ただ 過去のデータに基づいてですね、表されている株価チャートなんですけども、まあ、過去の動きからすると、上がる確率70%だというふうにですね、統計学上出せたとします。そうすると、7割の確率で上がるんだったら、じゃあ買っとこうかと思う人が殺到する結果ですね、実際の確率が70%以上になってしまうっていうことがあるわけですね。要は、テクニカル分析の世界においては、 予測の自己実現性っていうんですかねその過去のデータから上がる確率が高いとなってくるとみんながそれを意識するとですね結果的に確率自体が上がってしまうということがありますのでもともと相場というのは売ったり買ったりする中においてですねその背景にはこう人のこう思惑といいますか思いが乗っかってますので当然ですねまあ過去のデータだけでは判断できない部分があると。 となってくると、まあ、テクニカルチャートにおいてもですねみんなが注目している、まあ、テクニカル資料移動平均線なんか一番いいだと思うんですけども、まあ、そこの節目を突破したとなってくるとこれ株価上がるかもってやっぱ思う人が増えてくるとありますので、まあ、どちらかというとですねこうテクニカル分析ってこう勉強し始めるとだん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 こうマニアックになりがちなんですが実はみんなが見ている指標をですね参考に分析していった方が、まあ、割とですね当たりやすいといった特徴がありますのであえてですねマニアックに する必要はないのかなというふうに思います以上ですねは、まあ、ポイントを上げてきたんですけどもまあ、ここから先ですねちょっと実践的な話もしていこうかなと思いますまあ、ちょっと別のセミナーでも紹介している手法なのでまあ、簡単に押さえておきたいと思うんですがまずはですねこの macd と平均足の組み合わせというものになります上の段がま平均足下の段が macd になっていきます まあこの平均足についてはですね今回細かい解説は省くんですけれどもローソク足に近いような形ですよねで、まあ、トレンドの継続が見やすいとなってます、まあ、何が違うかというと通常のローソク足と違うのは窓開けがないということなんですねつまりトレンドの継続が見やすい形に修正されたものというイメージを持っていただければよろしいかと思いますでこの平均足というのはこのトレンドの転換これをですね早く知らせてくれるものという認識をされています でですね、まず見ていくのが、このようにですね、平均足の色がですね、こう黒から白、白から黒に変わっていくというポイントをこのように矢印で押さえました。まあ、かなり頻繁に出てますよね。当然、こう、だましなんてもあったりします。こう大きな上昇トレンド出てるんですけども、まあ、時折ですね、この平均足の色が変わっている局面があると。 まあこれに従ってですね。トレンドが変わると思って、仕掛けたら株価がですね。転換するところかさらに上がってしまったみたいなことが起こりうるわけです。で、まずですね。この平均足の色が変わったところ、これを抑えまして、この後見ていくのが下段の macd になります。まあ、見ていくポイントも簡単です。このようにですね。ま macd、あ、というのは、赤い線の macd と青い線のシグナル、この2本の線が描かれているんですが、この線がクロスしたかどうかですね。なので、まず平均足の色が変わりましたと。 でその後ですねこの MACD とシグナルがクロスしたかどうかですねでこの2つの条件を満たしたところをトレンドが転換するポイントと捉えますでそれぞれですねこの2つの条件を満たしたところの平均足の終わり値ですね終わり値をこのように矢印で結んでいくと、まあ、これくらいの値幅をですね取ることができるという形になっていきます。 非常にですね、見ていくポイント2点だけなので非常にシンプルではあるんですが意外とですね、大きなトレンドが出た時にですね、逃さないといった特徴があります。もちろんですね、このチャートの真ん中の時割と頻繁にですね、サインが出てくる時というのはあまりこう値動きが出なかったりするので儲からないんですけれども、ただいざですね、大きなトレンドが出た時には逃さずですね、乗ることができるとそういった特徴がありますので非常に便利なのかなと。でまたですね、この MacD なんですけども、ちょっと今、緑の 水平ライン引きましたこの0あるんですけども要はこの0ラインをですね超えたところこれがですねトレンンドの転換を示すすサインと言われたりしてますどういったことかと言いますと MACD というのは期間が短い移動平均線と期間が長い移動平均線の価格差の推移を表している線なのでこの MACD の値が0というところは短期と中長期の移動平均線の差がないつまり移動平均線同士のクロスを意味してますので、まあ、このこの ゼロのラインをですね、超えたところというのも一つ注目されやすいと。で、この MACD とシグナルのですね、クロスした場所が上に行けば上に行くことですね、天井を形成することが多いですし、下に行けば下に行くほどですね、クロスする場面があれば、そこがですね、底打ちの形成を意味するといった傾向があったりしますので、まあ、どこでクロスするかといったのも注目する必要があるのかなというふうに思います。 でまあ、クリをですすね、まあ、簡単ににままとめたものをこちらになっていきます、まあ、細かい計算式とか載せたりしてるんですけども、ここで一番押さえておいてほしいところは、短期移動平均線とですね26日、まあ、中長期の移動平均線ですね、まあ、こちらの価格差であるといったところは押さえておいてください。で続いて、ですね今度見ていくのが株価とですね RSI という指標の逆行現象というものを捉えていきたいと思います。 この逆行現象というのは、まあ、よくこう知る人ぞ知る分析手法だったりしまして、これもですね、あのテクニカル分析の書籍ですとか、ウェブ、こういったものでも紹介されたりしています。で、まあ、どういったことかといいますと、株価の動きと RSI の動きが反対の動きをしたとき、こちらに注目しましょうといったものになっていきます。で、どういったことかといいますと、まずですね、 これもあの先ほどニューヨークダウンの冷やしチャートなんですけども、まあ、最初ですね1月5日の高値からこの下落トレンドが出ているとで当然こう下落トレンドというのはこの安値が切り下がって形成されていくものなんですけども、まあ、このようにですね1月24日から2月24日直近の安値を更新する、まあ、下落トレンド発生中という形です。 この動きの中でですね下段の RSI 見ていくとこういうふうに株価のですね安値は更新してにもかかわらず RSI は切り上がっているわけですねこういう時にはですねトレンドが転換するサインと言われてまして実際に株価が反発していきましたとで今度はですね3月29日から4月21日この時はですね直近の戻り高値を超えてきたと要は直近の高値を更新した形になっていきます じゃあこのときの RSI どうだったかっていうとこっちは切り下げてるとなのでこのあとですねトレンドが転換して下げましたとでさらにですねもうちょっと長いスパンで2月の24日と5月の20日ですねこのときも直近安値を更新して、まあ、下落トレンド出てますとこのときの RSI 見ていくと切り上がってますので株価が反発しているという形ですね要はトレンドが出てるとき 下落トレンドであれば安値を更新している上昇トレンドであれば高値を更新しているその時の RSI と反対の動きをするとですねトレンドが転換しやすいといったものがトレンド転換型の逆行現象になっていきますでさらにですね6月17日こういったのを捉えていきますと RSI 切り上がってますので下落トレンドが転換して上昇しているという形になっていきます でですね、注意しておきたいのが、実はトレンド継続型の逆行現象もありますよ、ということですね。これどういったことかというと、まあ、先ほどですね、1月24日から2月24日にかけて、まあ、この時、下落トレンド、安値更新してますので、下落トレンド発生中です。この発生しているトレンドの反対側の上値を見ていくことになります。まあ、このようにですね、1月5日から3月29日にかけて、上値切り下げている形ですね。じゃあ、この時の、 RSI どうだったかというと微妙ですすけども切り上がってますでこの時はですねトレンド継続型ですので、まあ、上値が切り下げているこの方向を続けるよというふうになりますのでこのように切り下げていく株価の動きになっているわけです。で今度はですね4月の21日から6月の2日この時もですね全体で見るとこの安値を更新しながら。 下落トレンド発生中ですよねこの時の反対側の上値を見ていくと上値切り下がってますとでこの時の RSI が右肩上がりになってますので同じく株価が上値が切り下がっている方向にトレンドが継続していると、まあ、こんな形でですねトレンド継続型見ていくんですがじゃ足元どうなるかなんですけども6月17日、まあ、こちらをですね一旦底打ちしたような形になりまして下値がだんだんこう切り上がっていく格好になっていました。 で、この時の RSI、右肩下がりになってますので、これも逆行現象ですね。今度は切り上げてる方向。下に切り上げの方向なので、株価が上がってるという形ですね。ただ、もっと長い間で見ると、要は今年の1月5日から8月16日、この時ですね、やっぱ上に切り下げてますよね。で、RSI どうだったかっていうと、長くこう見ていくと、やっぱ微妙に切り上がってるわけですね。となってくると、 長期で見た。トレンド継続型は？切り下げの方向を見ているという形になっています。つまり足元のですね。相場というのはトレンド転換型の逆行現象は出てません。と。ただトレンド継続型ではですね。短期では切り上げ超長期ではですね。切り下げの。 トレンド継続型の逆行現象が出てますよという形になっています。なので、短期は強気だけども、中長期はですね、ちょっと下押し圧力強いんじゃないか、こういう判断ができるわけです。で実際ですね、これ、先週末9月9日だったんですけども、この後ですね、アメリカ株大きく下げてしまいましたので、こちらのですね、短期的な切り上げのトレンドが打ち消されて、今、この中長期のですね、切り下げの方が、 優勢になってきているという状況になっています。このようにですね、実はこう一口に逆光現象といってもトレンド転換型と継続型がありますよと。で、実はここに細かく見ていかないと、実際ですね、この逆光現象というのはトレンドを分析するでは使えないということがありますので、まあ、細かくですね、見ていく癖と、とこういったものをこうつけておくといいのかなという,うに思います。 でちなみに RSI というのは、まあ、一定期間、まあ、14日間のうちですね、まあ、この時にまあ動いたまあ値幅の合計に対して、そのうちまあ上昇した値幅が何パーセントあるんですかといったものを表したものです。まあ、細かい計算式載せてますので、後ほど見ておいてください。 でですね、以上ですね、そのトレンドを捉える手法というのをいくつか紹介しました。当然ですね、上昇トレンド、下落トレンドあるんですけども、まあ、現物取引だけですと,、えっと、下落トレンドに利益を狙うことはできないんですが、まあ、楽天証券ですね、米国株の信用取引始めまして、まあ、売り立てもできるようになっています。なので、簡単にですね、米国株信用取引の概要とメリット、こちらを紹介していきたいと思います。 まあいわゆるですね、まあ、米国株に限らずこう信用取引というのはまあ3つですね、利点があると言われています。1つはですね、レバレッジをかけられるというところです。米国株ではまあレバレッジ2倍ですので、まあ、取引したい金額の倍取引できますよと。 で言い方を変えると、まあ、本来であればです、ね、1万ドル買える資金があって、まあ、それで現物を買ってもいいんですけど信用取引を使えばですね半分の金額5,000ドルで買うことができるとで残った5,000ドルをですね、まあ、他の銘柄を買ったりですとか、まあ、余裕資金として取っとくみたいなこともできたりしますので、まあ、単純にですね手持ちの資金の倍取引をするって発想ではなくて本来取引したい金額の半分の まあ額で取引が可能っていうですね。まあ、そういう意味では、こう資金効率っていう考え方ではまあ、そういうこう使い方もありなのかなと思います。2つ目はですね。まあ、売り建てができるとまあ、先ほどこうトレンドの動き捉えていったんですけども。当然下落局面でも利益狙えますよという形になっています。 あとはですね、まあ、回転売買が可能というところです。まあ、現物株取引ですと、1日のうちにこう買って売るという一回転をすると、もう一回転その銘柄を買いたいという時には、最初に買ったその銘柄の代金とはまた別にですね、新たに資金を用意しないと買えないと。まあ、ちょっと細かいことを言うと、まあ、長くなっちゃうので省きますが、いわゆるこう殺金決済に該当するとですね、まあ、そういう現物株では厳しい規制がかかるんですけども、信用取引はですね、何回転でも同じ資金で取引が可能という形になっています。 で、アメリカ株のですね、米国株の市場取引の取扱い銘柄の確認方法なんですけども、こちらはですね、先ほど見てきた個別銘柄画面の指揮タブをクリックするとですね、このようにまあ右側にですね、まあ、丸がついているかどうか、こういった形で判断が可能というふうになります。あとはですね、リストからも見ることができるというところで、こう、マーケットスピード2全体のですね、 左側に信用取扱銘柄というのがあります。まあ、ここをクリックするとこんなリストが出てきます。で、国内株式と米国株式あるんですが、米国株式をクリックすると、ご覧いただいている図が出てきて、まあ、丸ツですね、これでまあ売り立てができるのかどうか、こういった判断ができます。また、この表ではですね、売り立て可能数量ですね、いわゆるこの米国株の信用取引というのは、一般信用取引の制度を使ってます。 ですので、す、ま、の、あ、売り建ての株数をですね、証券会社が調達できないと、まあ、売り建ての対象銘柄であってもですね、売りたてができないというケースもあったりしますので、まあ、この売り立て可能数量というこの数字もですね、セットで見ていくといいのかなという,ふうに思います。 で最後ですね、まあ、5分ほどでまあざっくり相場のまあ今後のポイント、これを見ていきたいと思います。まあ、足元の相場の構図なんですけれども、まあ、インフレですとか、まあ、景況感、まあ、こういったものをですね、まあ、経済指標の中で確認しつつ、まあ、金融政策どうなるのという、この三つどもえの構図に変わりはないという形です。基本的な相場の構図にですね、まあ、それぞれ為替の動きですとか、まあ、原油資源価格ですとか、あとはこう、10年去り回り、金利再建の動きですね、あとは需給要因、 相場の過熱感ですとか経済指標あとは新型コロナウイルスあとウクライナ情勢ですねこういったものがこの三つどもの構図に影響を及ぼしているという形になっていますまあこういった形でですねもう押さえておくと相場の材料っていうのは整理しやすいのかなというふうに思いますでですね先ほどはトレンドのサイクルと見たんですけどももう一つ相場のサイクルといったものがありますこちらもですね4つの局面に分かれています まず右上の業績相場から始まりまして逆金融相場で逆業績相場で 金融相場と要はここをぐるぐる回っていく形になるんですけども足元は逆金融相場ですねインフレを抑制するために金融引き締めを行っているといった状況になっていますで8月までの相場というのはこの引き締めによって景気悪くなるんじゃないかといったところに対してはソフトランディング楽観的な見通しが強まってインフレもです、ね、早く落ち着いて今度は来年にも利下げするんじゃないかという一部のです、ね、この金融相場の織り込む動きがあったわけです。 で足元これが否定される形になってしまったのでまあ、引き続き引き締め続きますこれが景気に与える影響をどうなのってところを見ていく形になっていますなので当面はですねこの時間軸短くなってますのでまあ、出てくる経済指標こういったところに睨みながらまあ、株価が上げ下げしていく展開が見込まれるという形です で当然ですね引き締め傾向というのは実際この10年債利回りと CPI の変化これを見ていくとですねまだまだ返り開いたままですので遠面の間は続くだろうというふうに、ね、判断していいかと思いますまたですね景況感の悪化というのはどこまで今の相場が織り込んでいるのかなんですけども、まあ、こちらはニューヨークダウンの週足とビッグス指数のですね週足紙これを並べたものになっていきます。 ビックス指数というのは、まあ、いわゆる恐怖指数と言われているものですのでこういったですね反比例の関係になっているわけです。例えば相場が上がるとですビックス指数が低下しますし相場が下がっていくとですビックス指数が上がっていくとで足元のですね株価の下落局面でじゃあこのビックス指数どこまで上がったのかというとあんまり上がってないんですね、まあ、株価がですね王族をつける時というのはだいたいこのビックス指数が40%を超える。 って言われているんですけども、ここをまだまだ超えてないので、実は恐怖の織り込みが足りない可能性があるといったところを踏まえますと、ちょっと相場のですね、急落の展開には注意が必要かなというふうに思います。あとはですね、市場が織り込んでいないのが中国リスクになっています。まあ、ご存知の通り、中国のですね、不動産業界の債務問題ですね。まあ、これが長引きそうだという形になっています。で、ポイントなのがですね、この不動産市況の悪化というのが。 銀行の方に飛び火するというのが怖いわけです。どういったことかというと、これ銀行のバランスシートなんですけども、まあ、銀行というのはこう預金を預かって、まあ、それを貸し付けているという形になるんですけども、貸し付け先がですね、こう焦げ付いてしまうと、この資産の部がですね、大きく減ってしまうわけです。 要は預かって預金に対して投資している資産が減ると当然ですねこの預金を払えなくなってくるという形になりますなのでいざ取り付け騒ぎが起きたりするとですね銀行の経営が危ないんじゃないかみたいな話になってそれがですね金融不安につながっていくという形になるところは注意が必要要は銀行への飛び火リスクですねここには気をつけるべきなのかなと思いますあとですね中長期的に見るとですねこれあの中国の出生数の推移なんですけども 1962年と3年が、まあ、ベビーブームのピークでした。この後ですね、こう出生数というのが、こう、だんだん、こう、下がってきている格好になっています。で、何が言いたいかというと、ちょうどですね、この1960年代からですね、60歳、定年を迎えるわけですね。なので、今年2022年から、まあ、だんだんですね、労働人口が減っていって、高齢者が増えていく、節目の年であるというところは、押さえておきたいところではあります。で、最後ですね、まあ、共産党大会というのが10月。 開かれるんですけども習近平氏が3期目続投と言われてるんですが実はですね中国というのは独裁色と調整色これを繰り返しながら政治体制変わっていってますで調整色の時にですね割とこう中国というのがアメリカに対してフレンドリーと言いますか資本主義に近いような政策を取りつつあるというところがありますので、まあ、次ですね習近平氏がより独裁色を強めてしまうのかそれとも調整色の方に修正していくのかこういったところが注目される形になります。 以上ですね、ちょっと最後、駆き足になってしまったんですが、まあ、マーケットスピード2ですね、米国株市場対応になったというところで、まあ、この先ですね、米国株取引のまあ垣根がもう下がっていくことになりますので、積極的に活用していただければと思います。ちょっと最後バタバタして申し訳なかったんですが、また別の機会でもですね、まあ、このように、ああいろんな情報をお伝えできればと思いますので、その時はぜひともご覧いただければと思います。 それではですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。